お披露目したのは空飛ぶ車の実用化に取り組んでいる倉敷市の一般社団法人、マスクです。昨日は岡山県の茨城知事らが訪れ、機体について説明を受けました。新しい機体は全長11.5メートルです。マスクがこれまでに導入した機体より大型で、およそ350キロの荷物を積んで飛ぶことができます。充電1回あたりの飛行距離は、 およそ200キロだということです。出発地と目的地を決めると、自動運転でプログラム通り飛行します。マスクは2028年の実用化を目指していて、離島などへの物資の輸送や訪問医療、観光などで活用したいとしています。各島へのいろんな輸送とかです、ね、急な場合、いろんな動きができる。 岡山の観光をもっともっと魅力的にしていきたい、命を救うという活動のオプションを広げていきたい、これからいろいろな使い方があろうと思っています。